メランコリー、メランコリー、憂鬱とは、日常的な用法では、晴れ晴れしない、落ち込んだ気分のこと。英語の、メランコリーはギリシア語の、に由来する、七つの大罪の前身となった八つの数用罪の一つ。現代の精神医学の用法では、メランコリーの特徴を有する鬱病という、鬱病の細分類であり、重症のものという意味合いが強い。それとも別に、 近現代の精神医学では、主にドイツや日本にて、うつ病が起こりやすい性格としての、基調面で良心的といった特徴を持つ、メランコリー神話型が関心を集め、テレンバッハがその著書、メランコリーにて提起したが、1977年の日本の報告以来、うつ病像がそういった特徴を持たないものへと変化しており、日本の現代のうつ病論へと繋がっている。 医学では古くはギリシャのヒポクラテスまで遡るが、メランコリーは抑うつを示す状態でも特に重症のものを指してきた。4体液説における黒単純質のことを指し、黒単純という体液の多い人は憂鬱な気質になるとされた。メランコリーは哲学用語として憂鬱な精神状態とそれを引き起こす正確ないし身体的規定や、 存在論的規定を指す。メランコリーの概念は西洋思想の中で長い伝統を持ち、その意味するところは世紀の変遷と共に大きく移り変わってきた。現代的意味におけるメランコリーはボードレール、キルケゴール、サルトルらによって概念化された。頭像学的な用法についてはメランコリアという呼び方が日本では一般的である。メランコリアという語は 古代医学の学説、四体液説に由来する。人体を構成する血液、粘液、抗炭汁、黒炭汁の四つの体液のバランスが崩れて、病気になるとする。この説では、人間の性格、気質もこの四体液のバランスから決まるとしている。四体液のうち、黒炭汁が過剰な人は、憂鬱質、メランコリアという気質になるとされたため、黒いを意味する古代にイギリシア語の、と、 単純を意味するを構成したメランコリア、憂鬱質という語が生まれた。紀元前5世紀から4世紀にかけての医学者、ヒポクラテスは、金元、神言、アハーザムズの中で憂鬱質を黒炭汁の過剰により引き起こされる、精神及び体にある種の症状を起こす、病気あると記述した。恐怖感と落胆が長く続く場合を、 彼は憂鬱質の症状であるとした。2世紀のギリシアの医学者ガレノスは、ヒポクラテスの医学的知識や、学説の強い影響が残る時代に生きた人物で、ヒポクラテスの説をもとに4体液説を発展させた。憂鬱質は、秘蔵と清掃で作られる、黒単獣の過剰により引き起こされるとし、さらに4体液を、人間の4つの気質や4内元素とも結びつけた。 この説では憂鬱は、土の元素と結びつき、さらに四季のうちの秋と、人生のうちの成人期と、一日のうちのゴンゴと、結びつけた。これをもとに中世にはさらに先生術と結びつき、天秤座、サソり座、伊テ座と憂鬱質が関連づけられた。中世アラビア医学では、心理学者、イスハークイブン・イルマーン、イシャックイブン・イムラン、908年没が、随筆。 マコラ・ファイ・エル・マラクリアの中で、メランコリアの一種として、フリナイチス、脳炎、狂乱などと訳されるを挙げている。彼は、この種の気分障害の診察を行い、その様々な症状を記述しており、主な症状として、突然の挙動、愚かな行動、恐怖感、妄想、幻覚などを挙げた。彼はこの気分障害をアラビア語で、 マラクリアと書いているが、11世紀半ばにギリシア語やアラビア語からラテン語への文献翻訳を行った、コンスタンティス・アフリカヌスはこれをメイランケリアと訳した。ここから西欧各国へメランコリアの語が広まった。ペルシアの医師、心理学者、アリー・イブン・アッパース・ワル・イコール・マジュシ、リー・イブ・ムアバス・アル・マジュ百982年没は、その著書で、 医学百科事典の、キーターブ・アル・マラキー、コンスタンティノス・アフカヌスにより、レバー・パントグニーの代で、ラテン語訳されたにおいて、精神病についても触れ、その中で、前述のものとは別の種類のメランコリアである、クリニカル・ライキャンサラッピー、オオカミ・カモウソウを発見し観察したことを述べある、種の人格の異常と結びつけた。彼は、その患者は、オンドリのように振る舞い犬のように泣く。 夜に墓場をさまよい、目は暗くなり、口は乾き、こうなるとその患者は回復することは難しくなり、病気が声と遺伝する。と書いている。イブンシーナー、アビケンナは医学典半、1020年代で神経精神医学を扱い、メランコリアを含む様々な神経精神医学的状態を、衝突している。彼はメランコリアを、気分障害のうちうつの性質が強いものの述べ、 患者は疑い深くなることがあり、ある種の恐怖症を悪化させることもあるとしている。医学天犯は12世紀にラテン語に翻訳され、近世までヨーロッパで広く使われた。メランコリアに対する治療について最も幅広く述べているのは、イギリスの学者ロバート・バートンの憂鬱の解剖学ザ・アナタミ n オブメランコリー1621年であり、彼は文芸及び 医学の双方の観点からこの問題を扱っている。バートンは16世紀には音楽とダンスによる治療法が精神病、特にメランコリアの治療にとって死活的に重要しれたことを述べている。1628年にウィリアム・ハーベイが血液循環説を発表したことをきっかけに古代の医学説は次第に否定され、 憂鬱質を説明する四体液説も医学分野では帰り見られることはなくなったが、文学や芸術など他の知的分野にはなお大きな影響を与え続けた。古代ギリシア、古代ローマの文献では、憂鬱質については一貫して否定的な見方がなされている。ただ一つ、XXX1 と題された文章の断片、アリストテレスに返されているが、 おそらくテオフラストスにより元となる文章が書かれたものは、憂鬱質に対して肯定的な見方を示した唯一の文書で、聖なる狂気、マニアの出現の必須条件であるとし、哲学者、政治家、詩人、芸術家など偉大な人物の多くがなぜ憂鬱質であったかを説明している。これは、後の18世紀や19世紀の天才に対する観念に影響している。 ルネサンス期には、マルシリオ・フィチーノや、ハインリヒコルネギウス・アグリッパといった神秘思想家の著書を通じ、メランコリアは土星の影響下にあるという説が広く受け入れられた。アルブネヒト・デューラーによるグーイ画に、メランコリア愛と題されたものがある。1514年に制作された、この版画で、メランコリアは霊感の訪れを待つ状態として描かれ、鬱の苦悩の状態としては、 必ずしも描かれていない。このグーイガには、魔法人、角を切り落とした、騎士面帝などとともに描かれている。ルネサンス以後の中世ヨーロッパにおいては、憂鬱質、メランコリアは、芸術、創造の能力の根源をなす気質と位置づけし直され、芸術家や、学者の肖像画やグーイ画において盛んに描かれた。17世紀初頭、イングランドでメランコリアを崇拝する興味深い、 文化的、文学的現象が起きている。これは、ヘンリー・パスセイ時代に始まった、イングランド宗教改革によって引き起こされた、宗教的な不確定性と、罪、破滅、救済といった問題への関心の高まりが招いた、結果であると信じられている。音楽の分野においては、エリザベス・アサイ後の、メランコリアの時代は、作曲家、ジョン・ダウランドと結びついている。 その名をもじって、ゼンパー・ダウランド、ゼンパー・ドーレンズ、いつでも、ダウランド、いつでも嘆いているを、自らのモットーとしていた。ダウランドは、同時代の人々からは、不平分子と呼ばれており、ウィリアム・シェイクスピアの、ハムレットの登場人物である憂鬱なデンマーク王子、ハムレットのような、憂鬱な人物であった。この時代の文化的なムードを示す、文学的な成果には、 ジョンダンの五分生の死に取り憑かれたような作品群がある。その他、作家トーマス・ブラウン教の作品や、神学者、ジェレミー・タイラーの死生観や、メメントモリを追う著作群もこの時代のメランコリアへの系統を象徴するものである。同様の文化現象は、ロマン主義の時代、ヨハン・ボルフガング・フォンゲーテの若きウェルテルの悩みや、ジョン・キーツの 優秀の王道が書かれた時期にも起こっている。二十世紀においても、社会的疎外感やアノミーをもとに、芸術や思想やカウンターカルチャーが数多く生まれている。精神分析学者、ジークムント・フロイトは九百十七年に表した、悲哀とメランコリーで、悲しみ、悲哀、元、憂鬱、メランコリーを区別した。愛する者や対象を失って起こる悲哀の場合、 時間をかけて悲哀物の仕事を行うことで、再び別の対象 a 愛を向けられるようになる。これに対しメランコリーは、苦痛に満ちた深い不機嫌さ、外界に対する関心の放棄、愛する能力の喪失、あらゆる行動の接種と、自責や自重の形を取る、自我感情の低下、妄想的に処罰を期するほどになるを、特色としている。メランコリーの場合、愛するものを失った悲しみは、 悲哀と共通するが愛するものが具体的なものではなく関連的なものであること、対象を失った愛は自己愛に対抗し、失った対象と自我との同一化が進むこと、この過程で愛は憎しみに変わり、失った対象及びこれと同一化された自我に対する憎しみが高まり自責や自重が起こることが異なるとされ、フロイトはここに自殺の原因をも見ている。 中世ヨーロッパの僧侶の間では、うつにより何も進まなくなる現象は、怠惰、倦怠、うつ、嫌気、スロース、ギリシャ語、ラテン語でアケーリア、アシディアとして知られ、様々な神学的著作、例えばトマス・アクイナスの神学大全 v g l e e j 三3 5に取り上げられている。キリスト教における初期の例では、四世紀にエジプトにいた苦行者、 修道僧ポントスのエアグリオス、エヴァグリオスポンティコス、イベイグリアスポンテカスの著作において、アシディアは、白昼の悪魔の訪問と記述されている。その弟子、ヨハネス・カッシアヌスからトマス・アクイナスに至るまで、7つの、大罪の一つともされた、アシディアに関する研究が進んだ。16世紀のプロテスタンティズムにおいて、メランコリーは異なった解釈をされた。 この時期のメランコリー研究は、罪を避けることには主眼を置かず、信仰を試す悪魔の誘惑としてのメランコリーが研究された。絶望感や身体の状態が現れる時は、その信仰の真剣さが試される時でもあった。一方で、メランコリーの破壊的な力が認識され、祈りや賛美歌や世俗的な歌などによる気晴らしを通じた治療が進められた。 憂鬱や恐れに何度も襲われたマルティン・ルターの体験も、ルター及び支持者らによるメランコリーの慰めに関する著作へと結びついた。対抗改革の側は16世紀後半、メランコリーをプロテスタントの病とするプロパガンダを行っている。英語版記事における参考文献。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。